おはようございます、坂村さん。おはようございます、今日は琵琶湖、はい、晩秋の琵琶湖を赤丸さんと一緒に、ちょっと釣りしてみたいと思います。はい、まあちょっと 2,3 日前、昨日一昨日ぐらいから急に寒かったね。寒くなって、はい、思いっきり冬型になって、はい、まあ、山の上の方とかも雪降っちゃったりするぐらいな感じに、ね、で水温も下がって、で荒れた日が続いた状況で厳しいのかなっていう感じもするんですけど、うん、まあなんとかいい魚を取れるように、はい、頑張りましょう、はい、なんかね濁りね、この昨日おとといの風で濁りなんかもね相当入ってそうな雰囲気ですし、まあどういう風になるのか、はい、はい、まあ、いい魚ね、今日の魚を釣りに行きましょう、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっとホッコがめちゃくちゃ荒れてたんでちょっと何個に避難してきた感じなんですけど、はいはい、ちょっとこの名鉄の沖やってみたいと思います、はいはい、まあ、ウィードエリアとちょっとしたこうマンメイドが絡んでる場所なんで、まあ、探りながら分かりました、やりましょう、はい、いやうねってた半端ないですよね。水深大体4メーターぐらいですね、僕ちょっとラバージグでやってみたいと思います。ラバージグと、ラトリンチューブのトレーラーで探ってみたいと思います。その辺に、こっちの方かね、はい、ちょうどその辺にエンドのブロックが、1投目から来た、1投目から来た来てたよ。ネコストコンパチだ。うるさいじゃないですか。まあ、あでもまあまあかわいい、うん、ネットはないんで、はい、大丈夫です。おーいいね、なんかあんまりバイトがはっきりしなかったね。よっ、いや、オッケー、いや1投目1投目で荒れたところを走ってきた甲斐がありました。荒れた北港を避けて何個に来まして1投目で釣れました、来年発売のネコストレート 5.8 ですね。まあ非常に、使いやすい、サイズになってます。送った、いやいや、おお、まあまあ、うん、ぴょぴょぴょ、いい感じで食ってくるね。よし、いい、ナイスサイズじゃないですか。起きた、起きた、よし、お、いいじゃないね。おお、ライン細い、ライン細いの、ライン細い引くね。いや、よかったよ、そこのネコストですね。ネコストに変えたら食います。
てるんだ。見てこないもんね。ね、うん、めっちゃ引きます。いや、50ぐらいあったよ。本当？いや、なんかでこかったよ。どう、ほら、40後半ぐらい？50前後だよ、いずれにせよ。ネット持ってこなかった。取る？取ってもらえますか？いいよ、いいよ。おいじゃん、うわ、なんかこれはいいよ。太ってる、太ってる。お願いします。はい、よし、どこ行った。ありがとうございます。重い。はい、ありがとうございます。よかった、いい魚だ。太い、この魚入ってくるんですよね。あ、このエリアぐらいまで。ちょっと半端じゃない、お腹の出方とか。いいとこにかかってる。今回の、晩秋の琵琶湖、私が主に使用したのがネコストレートですね。今まであった5インチで、このタイプは今回、今あのネコリグの他に、まあダウンショットで、使って、まあ可愛いバスながらも何匹かキャッチすることができました。それで来年ですね、いよいよ、ネコストレートに新たな、また兄貴分というか、長さのものが加わります。こちらですね、ネコストレートの 5.8 インチ。今まで5インチがあって、その上が 6.5 インチだったんですけど、そのちょうど中間ぐらいの、長さになります。で、まあ、今回の兆候で、まあ、1投目から釣れたのもあのこのワームでしたし、まあ非常にこれを作っていく上で単純に、5インチを 5.8 インチにしただけでなく、まあ、ワームの張りですとかマテリアルの変更ですね、その辺を行いまして、ネコストレートが持つ本当にこのテール、ふっくらテールが生み出すキビキビとした動きを出せるワームに仕上がってます。まあ、サイズ的にももう琵琶湖も当然 OK ですし、まあ、関東霞ヶ浦あるいはまあ全国、おかっぱりができる野池など非常に扱いやすい、サイズだと思ってますので、ぜひ、発売になったら試してみてください。吹いてきた。何も次に行く場所が思い浮かばないな。巻いて釣りたいですね、どっかで。うん、巻いて釣りたいですね。うん、巻きで。リッポー来た。来た、うん、ちっちゃい。左ちっちゃくなりました。こんなんでした。綺麗だ。でもちょっと移動して黄緑の魚礁をちょっとやってみますね。ちょっとビッグベイトでやってみます。風強くなりましたね。ねえ、うねってきた。
来た。まあまあですね。よいしょ。やばい。よいしょ。こっちも入れるか。よしよし、アシスト。あった。いいよ。よいしょ。ありがとうございます。いい。コロコロ。なんか変えたらすぐ来たね。北っぽい魚ですね。これもね、コロコロだったもん。超掴みやすかった。ちょっとここのポイント入ってビッグベイトで僕は探ったんですけど、ちょっと水の濁りと風が強いということで、このクランクベイト、TD クランクの67に変えて、下にあるこうゴロタが入ってるんですけども、ゴロタをにこうノックさせたら食ってきたって感じですね。まあ、基本やっぱりスイムベイト、ビッグベイトとかってこう濁りとか風に弱いんで、このクランクベイトに変えて、結果が出たっていう感じでした。この後どうなるか分かりません。ただもうちょっと続けてやってみたいと思います。名鉄の沖に来ました。午前中に行ったところですね。もう一回やってみたいと思います。よいしょ。はい、わかんない。あ、バイトだったな。食ってましたね。食ってた。うん、強いのかな。食ってたな。半信半疑で合わせたけど、バスっぽいっすね。うん、あ、バレた。今乗ったんすけどね。うん、一瞬乗せたね。なんかおる。ネコストのショートダウンショット来ましたね。うーわー、でもいや、よいしょ、余裕で取れるか。よっ、いいダウンショットですか。うん、ダウンショットだった。今釣れたのが、ネコストレート5インチの、3.5g ダウンショットですね。もう超リーダーに近いです。
近づいてきた。うん、ちょっと向きが違うけど。まあまあいい。こんにちは。こんにちは。取れますか。大丈夫？はい、大丈夫です。うわ、これ。すいません。はい、大丈夫です。よいしょ。コストの方がいい。このプロトのワームなんですけれども、おっしゃ。